山本常治は、日本のジャーナリスト、訪問介護員、政治家、衆議院議員、東京都議会議員を歴任した。現在は、社会活動家として、厚生保護法人、道府会の理事、出所者支援機構、生活再建相談センターの運営委員、東京都厚生保護就労支援事業者機構の理事、北海道生まれ、佐賀県育ち、 佐賀県立宮城高等学校を経て、早稲田大学教育学部卒業。社会民主連合代表の菅直人の新聞公募秘書を経て、1989年、東京都議会議員選挙に立川市選挙区から菅直人の秘書を看板に立候補し初当選。に期務める。その後、1996年10月、 小選挙区制導入5発の衆議院総選挙に、中選挙区時代の間の地盤を引き継ぐ形で、東京21区より出馬、初当選。2000年6月に再選。選挙運動中に、名前の読みが同じ歌手の山本常時と共演する当話題を振りまいていた。再選前の2000年5月から、政策秘書給与の流用疑惑が報じられる。これを受け入れ、 自身の二つの政治団体の政治資金収支報告書に政策秘書から計900万円の寄付を受けたように虚偽訂正をするなどして隠蔽工作を行った。同年9月に詐欺容疑で東京地検特捜部に逮捕され衆議院議員を辞職。政策秘書給与を左取した詐欺罪及び政策秘書からの寄付を装う虚偽記載の政治資金規制法違反で起訴された。 2001年2月に、懲役1年6ヶ月の実刑判決を受け、控訴を取り下げ、栃木県黒羽刑務所に服役する。民主党初の除名処分者となる。刑務所では、職法障害者たちの世話をしていた。出所後訪問介護員に級の資格を取得し、訪問介護員として、活動を開始。また、PFI 刑務所、張間社会復帰促進センターや、 島根朝日社会復帰促進センターの計画立案、運営に携わったり、厚生労働省、罪を犯した障害者の地域生活支援に関する、研究の研究員、日本社会福祉司会、リーガルソーシャルワーク研究委員会の委員、そして、法務総合研究所、人事院、公務員研修所、強制研修所などの講師を歴任した。2004年8月に書き下ろした、国葬が、 新調ドキュメント賞を受賞し、2005年4月に、水曜、プレミアにてドラマ化された。2021年時点では、ホームヘルパーとして、介護福祉に携わる傍ら、戦術のように、ジャーナリストとして、ルポを新調45などに発表、各地を回り講演活動もしている。ありがとうございます。